転換はね、あのいつも言ってるんですけど、あの こういうとこ来ないのね。そして全然資格もらってるって感じ。こう彼の資格、こう資格、そしてこう自分が安定してることだけ考えてる。それで感づいてる、こう感づいてる、感づいてる。で自分が安定してる。そしてこう、あのだからか彼次第なのね。だからこれ引っ張り込んでくるときはこっちが入ってきて、こういうふうに、あの安定、自分が安定してることだけ考えてる。だからこう上だったら上、下だったら下、下だったら下、下ね、こう下、そういう話ね。だから それを意図してないと、意識してないとできないから、こういつまで経ってもこうやって競争して、相手と競争し合わないように、あの自分が安定してるのが目標だから、自分が安定してて、そしてこうね、資格もらって、資格、彼の資格、資格もらって、で自分が離さないで近くて、で腰を ここは行かないから、ここだと行かないの、彼の方が強いから、だからこう体がこう入って、そして近い、そういう話ね。じゃあそういうことを意識してちょっと転換やりましょうか。軸だとか言ってたんだけど、あの自分が安定してるってことね。安定してて上と下意識してるってこと。あの 上にやんなきゃいけないな、下にやんなきゃいけないなってのは意識してんだけど、それだけなの。だから上、例えばさ、例えば上にやってこういうふうにやろうとかって考えてないの。上にやったら上って上なので、下だったら下しかないの。下しかないので、上だか下なので、上だったらこう上なの。下だったら下、ここにいて下はできないの。こっちが嫌だから、これ嫌だからね。この膝とか嫌でしょ。だから四角にまず入らなくちゃいけない。それから下に落としてる。それしかないんですよね。で次のことは、だからこう競争しないで上か、競争しないで、競争し、ここを競争しないで、邪魔しないで彼の資格をもらってから下に落として、でこう自分のいいとこに入ってる。そしてこうね、遠く話しちゃうと来ちゃうから、ああ来ちゃうから、こう近く、そしてこう近く、なるべく近く、で足の間ってね、そう、下はそう、上は真上ってのはこっちじゃないってことね。で真上ってのはこう真上だな。それで足が自由、それしか考えてないんですよ。それしか考えない。じゃあそういうふうに、あの上と下と自由に、あこう上来てから下、こうでもいいんだよね。そして上来てからこう出ていってもいいで、いなくなって下でもいいの。だからどうでもいいの。こう上来て、上間詰めていって上でもいいし、まあそういう形でやってみましょうか。クレームがついたんですけどね、あの 上しか考えてないって言ったら、こういう位置から上だって、あの考えちゃう人がいるから、その前提としてはぶつけないとか、こね、寄りかからないとか、まっすぐだとか、で資格もらうとか、近いとか、それで上、それからこういうふうにやってるって、そういう前提があるっていう話ね。そうじゃないと、前提忘れたら何にもならないよって話。こっから上じゃないんだから。上田先生が上だけ、下だけ、下だけって言ってると、そのいい場所に入った上での上なのかっていうか。だけど、それはさ、言ってるじゃん、前に。まあそういう形ね。そして上ってのはこっちじゃないの。上ってのはこっちなの。こっち。そして近いの。はい。あ、そう。あの斜めじゃないってこと。で、あっちじゃなくて
自分に撮ってる上ですよ。そうそう、自分に、じゃあ自分が立ってるじゃん、立ってるじゃん。で下って言ったら、あの、あのこのイーノ君のこの下じゃなくて、下じゃなくて自分の下な、自分の下、自分の下って、これここだとこっちが下になっちゃうんだけど、こう来てるから下なの、こう来てるから下なの、下、下ってとこ、ここなのだからそういう話したの。だから上、だから上っつってもこっち上じゃないの、こっちが上だから、こっちが、こっちが、そういう話なんだよね。でそういう前提があるってこと。あのちょっとやらせてもらっていいですか。相手を引っ張り出しての下とかじゃなくてとことことこと、そう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 、そういうこと。だから前提があるってことね。前提、前提は視覚だとか、そういう一緒に稽古し、稽古いっぱいやってると分かるから、そういうことは、そういうことは省いてますよ、もちろん。でもそれは前提があるってことね。で何やったんだ。で後ろ取りとかってな、後ろ取りって言うから後ろ取ってくるの。でも本当は、本当はボンって来ちゃうから嫌だから、で刃物持ってるからね、刃物でこう刺されちゃうから、この手を取りに来るっていう形でしょ。あのこれ刃物持ってるから、こうブスって刺されちゃう、嫌だよって言って回ってこれ取るのね。で取った時に何かやるんだけど、まあそういう話なのね。今は素手でやってるから、なかなか後ろこうだから見せてやるってこと。当たっちゃうよって、だからこういうふうに入るんだよ、だからこういうふうに出ていったらこういうふうに十字柄みたいになっちゃうんだよって、そういうふうな話なんだよね。じゃないと、じゃないと、じゃないと後ろ通りだから取ってきたってなっちゃうから。だからね、後ろ通り取られたら終わりだと思ってるから、こうやってで、あの吉田先生じゃないけど、こうやって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 相手の、相手の、相手のこうね、こう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 ね、こうね、こうこう、だからここの時にこういうふうに持ってきて、で相手の中に入ってくればこういうふうになっちゃうって、そういう話ね。じゃあどうしようかな。じゃあ十字ぐらいやるか。こうやって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 ね、十字絡みやってみようかな。じゃあ十字絡み、言い忘れてたっていうかな、その自分が気がつかなかったことっていうのを教えてくれるから、僕この場所ってすごくいいなと思って、こうね、普通こうこうこれ押さえてくるじゃない。でこうやって刺そうと思ったんだけど刺せないので、こう持ち替えてボカってきて刺してね、こういうふうに刺してくるんだけど押さえてくるの、交差取りで、交差取りで押さえてきたら、こうやって持ち替えて刺すよって言ったら、こう回ってこの手を押さえてくる、そういう形ね。これが基本の形だっていうふうに教えてくれたから、そういうふうに、そういうふうに考えて、こうやって刺そうと思ったけど押さえられた、そして持ち替えてこうやってきたら逃げてこうに押さえてきた、そしてそしたらこの場所があるから、場所があるからこういうふうに出てきたって言ったら一挙なのね。そういう感じ。それで一挙の形、こうにしてこう来てこう来てこれを押さえてきたのね。でこうになってるから一挙の形でできるとか、十字絡みの形でできるとか、そういう形だから。はい、受け身。受け身ね。はい、じゃあ、はい、あの、ちょっと受け身はこう押さえて、それでこう、それでとんぼ回りするとやられちゃうんですよ。ああ、そうそう。だから、ね、受けが、こっちこっちこっち。いや、僕はこう入って、こうや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 って、まっすぐしないといけない。そうそうそう。受けが。そうそう。あの、受けが、こうやって渡して、とんぼ回り、いや、やっちゃって、とんぼ回りするとこうなっちゃう。だここで、こう、まっすぐ。ああ、とね。まっすぐ。とんぼ回りしないと。やられちゃう、もう、やった。あ、じゃあこう、そう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 、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐってことは、あ、そう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 、そうするとこれ両方とも押されちゃったね。そういうか、そういうこうね、これをで、そこを抜けて、そして隙間
そうそうそう、そう、そういう形だ。そうです、あのだから、ま、回っちゃいけないってことね。だから直線的に入ってる。で、あのこうすれ違うっていうかな、こういうふうに回らないってことね、相手に対してね、こういうふうに回ってるでしょ、いつもね。そういうことね。で、で、まあたまたまその十字絡みやったんだけど、まあそうそうそう、そう、それだからこういう形もよくできるって、そういう話ね。そういう話。じゃあ、どうした？こう来て、こう回ってきたら、今度はここに落として、ただ落とすだけ。落とすだけ。こう来たら、ここに落とすだけ。で、あ、この、僕が教わった時は、あの、この手はね、こうやって向こうへ投げちゃうと、彼は逃げていっちゃうの。逃げていっちゃうっていうかな。逃げられちゃうから、逃げられないように足を止める。足を止めるってのは、吉田先生も言ってたけど、ここね、ここに落としてる。そういう形。じゃないと、じゃないと、こうやって逃げて、はい、逃げちゃったって、ほら、逃げちゃうの。こっち、逃げちゃう。で、また向かってくるって形になっちゃうから。足を止めるってのは目的だから、足が止まるように、足が止まるように、ここに落とす。そういうつもりっていうかな、そういうつもりでね、形は悪くなってもいいから、足が止まる、ここ、あ、ちょっと失敗、まあそういう形。じゃあ足を止めて、あの、逃げられないように、反撃の余地がないようにしたいのね。反撃の余地が。反撃されちゃったらもう終わりなんだから。だからそういう話。だ、反撃の余地ない。こういうふうに来て、こういうふうに来て、直線的に入るよね。そしたら、こう、ね、やって、やって。で、逃げられちゃったら、どうしようもないの。僕は逃げようと思ってんだから。あ、相手、ああ、こいつせえやと思ったら逃げちゃうんだから。で、弱いと思って掴みに来るのかもしんないけど、強いなと思ったら、ああ、こいつせえや、ああ、せえ、すげえせえやって思ったら、さよならって逃げちゃうんだよね。あ、安心したいから。で、逃げて距離を置いちゃうとかさ。で、安心のために逃げちゃう。そして、こうやって来た時に、こうやって、この手に行ってたら、逃げちゃうのかって。だから、あの、反撃の余地をなくすためには、こういう風に来たら、こうね、すぐ下に落としてないと、足を止めてないとダメってこと。どうしようかな。じゃあちょっと、僕がこういうふうに来て、こういうふうに来たい。逃げられちゃったってなっちゃうんだよね。こういうふうに来て、こういうふうに逃げられちゃったってなっちゃうんだよね。だそうなっちゃったらダメだから、こう来たら、こっち、こういうふうに、相手の方に。相手をやっつけるっていう反撃の余地がなくしたいの。逃げれる余地がなくしたいの。そうじゃないとやられちゃうから。だからやられないようにするために武道やってんだから、こう来たら、こういうふうに。逃げられないように。それだけしかないんだけどね。じゃあ呼吸はやりましょう。呼吸を。こういう呼吸をね。で、これは線だって三者やってるんだけど、こうやって、やられたの。だから、これ難しいんだけど、こういう、線なの。線なってもう線なの。で、もうこう触ってるようが触ってまいが関係ないの。自分が安定して、こう、自分が安定、関係ないの。こう、触ってきたらやられちゃう。だから触られないようにしてんの。そして自分がまっすぐ。そういう感じね。そうです。そうそうそう。ほら。あ、そうそう。ちょっと。こういうふうに来るんだよね。来るんだよね。したら自分が安定してるのはこういう、階層のこういう力。力っていうのはこういう階層のこういう形。そして、こう自分が安定してる。で、そういう形ね。じゃあ、呼吸をやりましょう。